朝あずま線は、徳島県甘郡海洋町の阿波海南駅から、高知県秋郡東洋町の関能浦駅に至る、朝海岸鉄道の鉄道路線である。四国旅客鉄道麦線とともに、阿波室都市サイドラインの愛称が付けられている。駅ナンバリングの路線記号は、AK で、駅番号は、麦線からの続番となっている。 改正鉄道不設法別表第107号に掲げる予定線、高知県五面より、秋、徳島県日和佐を経て古省付近に、イタリール鉄道の一部で、徳島県天郡麦町の麦駅から高知県、南国市の五面駅までを結ぶべく計画された日本、鉄道建設公団建設線の朝線の、徳島県側の区間のうち、海部駅関の裏駅間の建設を引き継ぎ、 完成させて開業した路線である。なお、朝線のうち、麦駅、海部駅間は、JR 四国麦線として1973年10月1日に、高知県側の区間のうち覇は駅五面駅間は、土佐路塩鉄道を朝線として2002年7月1日に、開業している。残る関路浦駅那覇駅間は、未成線であり、高知東部交通の路線バスが結んでいる。 2020年11月1日に、後日の DMV 導入に伴い麦線の阿波海南駅、海部駅間が、朝東線に編入された。踏切はなく、全線がトンネルや高架線、森土地区間になっている。2011年より、線路と道路を直通できる、デュアルモードビークルの導入に向けた検討が進められ、実証運行等が行われてきた。 2016年2月には徳島県が今後10年以内の営業運行を目指す方針を発表し2017年2月には DMV を2020年までに導入することが正式に決定した2019年12月24日に行われた第5回朝あずま線 DMV 導入協議会では具体的な運行ルートが公表された毎日運行の便は 海洋町の淡海南文化村を起点に、バスとして運行、JR 四国麦線阿淡海南駅から、菅の浦駅間を列車として運行、さらに再び、バスとして、海の駅東洋町を経由し道の駅、四宿四線までを運行する。と、休日運行の便は朝線の建設予定ルートに、沿った淡海南文化村淡海南菅の浦、室戸岬方面の運行となる。 毎日運行の便は徳島県側に U ターンする形となり、全線約 15km、所要時間35分程度とされている。2020年12月25日の DMV 導入協議会においてスケジュールの見直しが行われ、2021年7月に開催予定の2020年東京オリンピックパラリンピックまでの導入を目指すこととなった。 DMV 導入に向けた工事のため、2020年11月30日をもって列車の運行を休止し、代行バスでの運行となっている。2021年3月13日現在、阿波海南駅関の浦駅間前線でおり9本、上り9本の代行バスが運行されており、午前中の下り1本上り1本を除く全便が、 阿波海南駅発着の麦線の列車と接続している。2020年12月1日から2021年1月31日までは、朝の代行バス下り1本が、麦線の代行バスと直通する形で、麦発艦の浦駅で運行されていた。2020年11月30日までは、当時の運転区間であった、海部駅艦の浦駅間で普通列車は1時間あたり1本。 程度運行されていて、海府駅間の裏駅間全線運転の列車のほか、四宿井駅にある車庫への運用の都合で、四宿井駅間の裏駅間及び、四宿井駅、海府駅間の区間運転列車もあった。全線でワンマン運転を行っていた。2019年3月15日までは、朝の2往復が、JR 四国麦線の麦駅まで相互、直通運転を行っていた。 この直通運転は2008年3月15日のダイヤ改正で一時中止されたが、要望が多いことから2009年12月1日より再開されたものである。直通運転再開当初は、直通列車の内登りの一本が、麦駅から特急、鶴木山3号となって、阿波池田まで直通していたため、 車両もこの列車と下りの一本は JR 四国のキハ185系で運転されていた。2011年3月12日改正で鶴木山3号が阿南駅始発となり特急車の乗り入れはなくなり車両も JR 四国のキハ40系と朝海岸鉄道の車両が一往復ずつ使用される形となった。浅海岸鉄道側の直通車両は再開時点では ASA-300 型のみの使用だったが、後に ASA-100 系の習熟運転も行われたことから2010年3月以降は ASA-100 型も使用されていた。2019年3月16日のダイヤ改正で、相互直通運転が廃止されすべての列車が回復駅で乗り換えとなった。2021年夏からは DMV のみでの運行となる予定。 年間の利用状況は以下の通り、国鉄再建法施行により1980年に工事が凍結されていたが、この時点でほとんど完成していたことから1988年に徳島県などが朝東線の第三セクター会社での引き受けを決定し、朝海岸鉄道を設立して1989年3月29日に工事再開した。なお、 国鉄の分割免営開口に建設工事の凍結が解除された唯一の鉄拳高談ローカル線である。この路線の開通により、1944年に橋倉登山鉄道が廃止され、すべて国鉄のみになっていた徳島県内の鉄道において、同年以来の私鉄及び初の第三セクター鉄道路線となった。阿波海南文化村で並ぶ DMVDMV 化により、 鉄道事業法に基づく、鉄道駅としては、徳島県内の海部駅と四宿院駅のみとなり、他の乗降場所は、法律上は、道路運送法に基づく、バス停留所となる。ありがとうございます。